どうも、草でございます。今日はですね、皆さんに牙の作り方をお教えしたいと思います。一応ね、動画説明の方に使っているもののリンクを全て貼っておきますので、興味があったらチェックしてみてください。さいさい。それではですね、この戦いをすぐに終わらせてやるよ。参るぞ。まずはアルジネートをペッパーカップに入れていきます。ここでお水と使い捨てのお箸を用意します。水を先のカップに入れ、アルジネートがクリーミーになるまで箸で素早く混ぜていきましょう。そして固まる前にデンタルトレイに乗せていきます。あとはただ固まるまで噛めばいいんですよ。完全に固まるまで待ちましょう。そっと入れて忘れないようにな。そしたらデンタルトレイを口から外していきます。これを見やがれ。モルドは完成しました。そして綺麗にしてください。汚いから。あ、なんだこれは。体が動かない。貴様、お台ぼりだな。この声はマスカ、ガゴイルのおっさんか。あの時のお前を倒したはずだ。それになぜ今蘇ろうとするんだ。悪いおいから、ここでお前を倒す。この感じはあのゲームの現実か。なんだ、水は溶けたか。これでお前は収まったようだな。ラストもカップに入れ、ちなみにこれはただの石膏。そして水を少しだけプラスして、クリーミーになるまで混ぜていきましょうか。次はモルドの方に乗せていきます。ここでですね、キャッツマンまでウェイトしてください。いい感じじゃないか。アルジネートをデンタルトレイからリムーブしてね。そうすると次はプラスタの番だ。異変がないかチェックしてください。歯学び、汚な。こういうネジを取るやつで牙にする歯をきれいにしていきます。そして粘土を使って、こういう安いやつでも構いません。こんな風に牙をプラスタの上に作っていきます。完璧じゃなくても大丈夫なので気にすることはないさ。ここでプラスタが入りそうなものを用意して、大量のアルジネートを入れていきます。あとは水をオン。そうしてクリーミーになるまで混ぜます。固まる前にプラスタを中へ入れていきましょうか。そうして完全に固まるまで軽く押します。固まったらこんな風に周りと後ろから気をつけながら外していきます。粘土の方はモルドからちゃんと取りましょう。あ、ここで粘土、牙のエラの周りと正面の方にレジンセップ2回ぐらいコートしていきます。こいつらのコツはまず粉を入れて、次は液体を入れます。そして繰り返すだけだ。液体の方は体に良くないので、ボディをプロテクトしようぜ。まずは粉の方をちょこっと入れていきます。そしたら次液体の方を、わくっさ。最初は大変だが練習すればできますよ。とにかく牙のモルドをいっぱいにしていきます。そして乾く前にブラストをモルドにセットします。そしたら固まるまで押していきましょう。乾いたらプラストを外していきます。そうするとなんとこんなモードをゲットしたぜベイベー。ここで異変がないか確認しようか。いや、そんなに悪くないと思いますね。こいつに使い道はないんで、ここでさらばだ。プラスタが入りそうなものに水を入れて、あ、これ先のやつです。プラスタを沈み、しばらく置いておきます。レジンセップは水で溶けてしまうんで、牙がプラスタから外しやすくなります。そしてこんな感じでね、牙を外そうか。こんなもんだ、濡れてるんで、ティッシュを使いましょう。あとはつかない部分をカット。
ちゃんとカットしないと歯肉にダメージを与えることがあるんで、こんな感じになったら OK。 牙の中を傷つけないように注意しよう。ここから爪を削るやつとポリシャー系のやつを使います。牙の形をここで整えましょう。ポリシャーがなくても大丈夫です。まああれば便利だけど。フィーティングの方はどうですかね。悪くないな。あ、そういうことですね。完成しました。で、外すときはこうやればいいんです。言うことなしだろう。それでは見てくれてありがとうございます。ここまでです。今日の動画キサでした。バイ。やっぱクリっぽいだね、こういうの。やっぱりこれはちょっといけないかなと思いますよ。で、よく耳にするのが、コーヒーでも飲もうか。よーし、よーし。